リのおしゃべり見聞録。広瀬まりのおしゃべり見聞録は、広瀬まりが感じたことをありのままにお伝えするポッドキャスト番組です。広瀬まりのおしゃべり見聞録。この番組は広がるつながる情報発信、 IT コンサル光、 iPhone、iPad で生活が変わる有電クラブの提供で、青塚古墳史跡公園からお伝えしております。今日は第221話でございます。今日のお話は、昨日も話すっていう話かというお話をしましたけど、今日もねちょっと話をしたよっていうお話でございます。別に同じ人の話じゃなくて、娘と話をしましたっていうそういう話なんですけど、娘ですからいつもいろんなお話をするんです。なんで、あ、そうか、久しぶりになんか時間が少し空いたので、お茶しに行こうかって言って喫茶店に行ったんですね。でそこで結構長い時間話していたんですけれど、何の話をしたかというと、ちょっとお年頃ですので結婚の話とか、プライバシーですので言えませんが、別に相手がいるわけじゃないっていう、まあそんなに結婚したいとか、どうなのかそんなよく分かんないんですけれど、将来的には結婚したいよねっていうような話から、じゃあ私がどうだったのかっていう話をたくさんしてたのね。私は実は見合い結婚だったんですよ。見合い結婚はいいよっていう目的はもうとりあえず結婚っていうゴールというかスタートというか、そのね決まっているので、いろんなこうややこしいことは少ないですね。自分たち会って気が合えば、まあその結婚に向けて話を進めていくっていう意味ではそうややこしくはないんですね。で両親を説得する必要もないし、でも私の場合はなんかこう周りから固められそうだったので、いや私の一生のことですので焦らないで考えたいと思いますということを仲人さんに言って、仲人さんがポッカーンとしたということとか、それからそう、うちの娘って生まれた時父親そっくりだったんですね。でまずゲって言っちゃったって、嫌だという意味ではなくて、めっちゃくちゃ似てて、もう看護師さんたちが本当にそっくりだねっていうぐらい似てたんですよ。ってことはお父ちゃんが赤ちゃん顔ってことなのかなとも思うんですけれど、そのくらい誰が見ても似てるねっていうぐらいのこう顔なんです。でそんな話、それはずっと言ってたので、そういえばお母さんって私が生まれた時ゲって言ったんだよねとかっていうのは本人も分かっているので、それとか、これ暴露しちゃっていいのかなとかね、よく忘れないのは、皆さん気をつけてほしいんですけど、お風呂に入っててふと振り返ったら、娘がぷかって浮いてて、鼻の上ほど何センチかのところに水面があったというね想像していただけましたでしょうか。娘がぷっかり浮いてたんですけど、それはね自分一人で入れているときはやっぱ気をつけてるからそういうことなかったんですけど、たまたま私の母親が手伝いに来てくれていて、私が下の子を出して母が見てたのかな、ちょっと細かいところは忘れちゃったんですけど、バスタオルどこって言った、そうか、だから母は外にいたのかな、バスタオルどこって聞かれたもんだから、ふっと私多分その場を離れたんでしょうね。で本当にその何分もじゃない、バスタオルここって言って戻ってきたら娘がぷっかり浮いてて娘も多分びっくりして泣きもしてなかったんですけど浮いてました。で気をつけてね、人がいると普通だったらちょっとここにちゃんと捕まってなさいねとかって、多分2歳ぐらいだったので捕まってなさいねって言って一言かけて出るんだけど、人がいると安心しているんですね。多分声をかけずにお風呂場から出たんでしょうね。ふっかり浮いてましたっていうことがあるので気をつけてほしいなってそんな話とかね。 でも最後にね、一番嬉しかった話を彼女がしてくれて、自分の結婚式の時に出したい写真がある
どんな写真かなと思ったら、そのお父さんに抱かれた自分の写真だ。めちゃくちゃ似てる。この写真をぜひ結婚式の時にみんなに見せたいんだっていう。で、まあ、お父親に似ていて嫌だと思っている世の中の娘さんたちいらっしゃるかもしれないんですけれど、なんかその写真を出したいっていう彼女の気持ちがなんかすごく嬉しかったです。やっぱりね、それをお父さんは知らないと思うんですけれど、それを知ったら多分すごく喜ぶと思います。そんな娘に育ってくれてとっても嬉しく思っています。今日は話すというお話をしました。第221話はこのあたり。今日の番組はいかがでしたか？皆様からのお便り、リクエストなどを募集しております。メールアドレスは info@marifan.club info@marifun.club です。たくさんのメールお待ちしております。 YouTube チャンネルもありますので、そちらもご覧になってチャンネル登録をお願いいたします。マリッペ TV で検索してください。それでは次回もお楽しみに。